しつこいな。お前のようなものが来る場所じゃない。帰れ。早乙女レイだと知らん。知っていたとして話す必要もない。ここは強者のみが集まる場所。お前のような弱者は。言葉には気をつけろよ、おっさん。そいつ、結構やるぜ。少なくとも、あなたよりは強いでしょうね。ビビアン様、バネッサ様。入りてえっつってんだ。入らせてやるよ。しかしですね、規則というものが。わかりませんかね。私たちが入れろと言っているんですよ。これ以上ガタガタ抜かすようなら。何なめられてんだお前。ぼーっとしてるからですよ。もう少し自分の力を自覚しなさい。今すぐ中で遊んでやりたいんだけどな。裏には裏のルールがある。だからまた会いましょう。丸々な感じ。ダークスタジアム初めてなんだよね。だったらあそこの超かわいい受付嬢ちゃんにいろいろ聞いてみるといいよ。え、マイがなんでここにいるのかって？授業参観かなかな。とにかくよろしくやろ。新人の方ですか。ようこそダークスタジアムへ。ここでは特殊な能力を持つプレイヤーとのスリリングなバトルが楽しめます。スリルを恐れるのならばお帰りを。申し遅れました。私は受付嬢の愛。どうぞよろしくお願いいたします。愛ちゃん、そこはよろしくやろの方がいいんだけどな。姉のことはお気になさらず。ではダークスタジアムのシステムについて説明いたしましょう。まずバトルについてです。表のバトルとは違い、ダークスタジアムではダークコインを用いてバトルを行います。ダークスタジアムでのバトルを勝利するとダークコインを獲得することができます。ダークコインは同じ相手から何度でも獲得できます。ご留意ください。またダークスタジアムのプレイヤーのほとんどは特殊な能力を備えた強敵です。もし彼らに勝つことが難しい場合には特殊な能力を持たないプレイヤーとバトルしダークコインを手に入れることをおすすめします。ではダークコインについて説明しましょう。ダークコインとはダークスタジアム内でのみ使用可能な通貨です。ダークコインはダークコインショップで強力なカードと交換することができます。またさらなるフロアを開放する条件にもなっています。ダークコインを集めること、それがダークスタジアムにおける最大の目的です。続いてダークスタジアムのフロアについて説明します。ダークスタジアムには3つのフロアが存在しています。まずはこのフロア、ファーストフロア。ここにはあなたのような新人が集まっています。その下にはセカンドフロア、さらに下にはファイナルフロア。一定のダークコインを貯めてからフロア最強のプレイヤーに勝つことで次のフロアが解放されていきます。ファーストフロア最強のプレイヤーに挑戦するためにはダークコインが1500枚必要です。セカンドフロアでは3500枚、ファイナルフロアでは5000枚のダークコインが必要となります。ご留意ください。最初に申し上げました通り、ダークスタジアムのプレイヤーのほとんどは特殊な能力を備えた強敵です。もし彼らに勝つことが難しい場合には特殊な能力を持たないプレイヤーとバトルしダークコインを手に入れることをお勧めします。さて説明は以上としましょう。何か質問はありますか？早乙女レイですか？知っていますが最近は見かけていませんね。おそらくもう来ることもないのでしょう。ですがここのプレイヤーたちならば行方を知っているかもしれません。聞いてみるといいでしょう。ダークスタジアムは力の世界。欲しいものがあればねだらず勝ち取ってください。さて他に質問はありますか？そうですか。わからないことがあれば私に聞いてください。では改めて、ここはダークスタジアム、力の世界、勝者の場所。敗者は全てを奪われて勝者は全てを手に入れる。あなたの力を示していけばあなたの望みは叶うでしょう。検討を。愛ちゃん、そこはもっと元気いいともっと最高なんだよ。健闘を祈ります。おーい、こっち来て、こっち。ねえねえ、どうだった？愛ちゃんの受付嬢っぷり。なかなかすごいでしょう。愛ちゃんはね、可愛いし頭いいんだよね。でもほら、ここって暗いしちょっと怖いから。だからたまにこっそり見に来てるんだ。ふん、何を隠そう、私たちは姉妹、仲良し姉妹。本当は隣に立ちたいのに愛ちゃん嫌がるんだ。見に来るのもやめてって言うし、照れてるのかな。だからこうやってここにいるのも内緒、秘密にしててね。よろしくよろ。まさかバレないように静かにしてるし平気平気。それでさ、本題なんだけどさ、早乙女レイくんって子探してるんだよね。だったら愛ちゃんの言う通り、まずはダークスタジアムでバトルだね。ダークコインがたまったらいろいろわかることもあるかも。とりあえず集めてみよう。よろしくよろ。よールキ、ずいぶん頑張ってるみたいだな。俺はここの強豪プレイヤーについて調べるのが趣味でな、周りからは情報屋って呼ばれてる。あんた早乙女レイとやらを探してるんだろ。そいつのことは知らないが、そいつを知ってそうな連中なら知ってるぞ。まずはファーストフロア。ここで頭角を表してるのは久喜図王だ。次にセカンドフロア。泣く子も黙るジュスティーヌ姉妹の縄張りだな。そしてファイナルフロアにはヨナズキ・ルシアとアウラ・アベラルド。特にヨナズキ・ルシアは別格でな。通称闇の貴公子、ダークスタジアム最強のプレイヤーだ。ああ、そういやな、最近は仮面をつけた強豪プレイヤーも出てきたらしい。何者かは知らねえけどな。それはさておき、さっき名前を挙げた連中はダークスタジアムで指折りのプレイヤーだ。こいつらとバトルしていけばいずれ早乙女レイの情報もつかめるだろうさ。最近はここもつまらなくなっちまったんだな。大番狂わせ期待してるぞ。いろいろお話聞けたみたいだね。何か分かったかな。少し整理してみよっか。早乙女玲君がいなくなっちゃった時って何か変なこととかあった？あ、そうなんだ。それじゃあ姉さん、愛ちゃん、バレちゃった。うるさいのでお静かに。あとずっとバレバレです。私は大丈夫なので帰ってください。姉さんには姉さんの仕事があるでしょう。はーい。愛ちゃん厳しいな。じゃあね、レイ君見つかるといいね。このダークスタジアムにいるオブシディアン学院の生徒、それは闇の貴公子ヨナズキ・ルシア。しかし今のあなたでは。今の君には興味ないよ。ヨナズキ・ルシア、早乙女レイのこと知りたいんだろう。別に教えてあげてもいいけど、それじゃ君は強くなれない。ファイナルフロアにいるマウラ・アベラルド、彼を超えられたらバトルしようか。そして僕に勝てたなら早乙女玲のことを話そう。期待してるよ。闇の貴公子に期待されているとは、あなたは。いえ、何でもありません。マウラ・アベラルドを倒すためにはファイナルフロアにたどり着く必要があります。このファーストフロアの久喜図王を倒してください。すべてはそれからです。あ、いた。ゴールドカップであったんだけど覚えてる？ヘビ神こう。まあいいや。聞いてるよ。ファイナルフロアを目指してるんでしょ。別にいいんだけどね。君に用があるのは僕じゃなくて。よールーキー、図王が君を借りたいってさ。ふぬけた面だな。本当にお前こいつに負けたのかよ。こうまあね。けっ、信じられねえな。俺様の名前はクキズオ。このファーストフロアでトップのプレイヤーだ。ファイナルフロアに用があるんなら、まずはこの俺様を倒してからにするんだな。けどな、俺様は狩りがいのある獲物しか狙わねえんだ。ダークコインをたっぷり集めてみろ。そうすりゃてめえとバトルしてやるよ。ゲハハハハハ。ズオウは僕ほど甘くないから、ま、やってみて。ようようよう、ずいぶんとやってくれちゃってんじゃないの。俺たちのフロアを荒らしやがって。ここはお前みたいなやつが来る場所じゃないんだけどね。ねっ、シャドバじゃお前に勝てないだろうが。とにかくお前みたいなやつがいると邪魔なんだよ。のんきな顔しやがって思い知らせてやろうか。ああ、いけないんだ。ああ、いや、すみませんね。彼らは礼儀というものを知らなくて、でも美味しそうな餌に見えますから。仕方ないかもしれませんね。いや、また会いましたね。やっぱりというべきですか。あなた少し間抜けに見えますから、ああいう人を引きつけてしまうんですね。そうそう、覚えていただいて光栄ですね。クキズオウはそれなりにやりますよ。きちんと対策をとっておくことをお勧めします。やっはは、どうだよ、ダークコインを1500枚集めたか。やるじゃねえか。こりゃこう倒したってのも本当らしいな。俺様もな、そろそろこのフロアには飽きてたんだ。てめえを買ってセカンドフロアに行かせてもらう。さあバトルだ。準備はいいな。やっはは、それじゃあバトルゾーンに行くぞ。あいつ、クキズオウに挑むのかよ。命知らずだな。さあ、覚悟はできてるんだ。こいつは狩り、狩られるのはお前だ。バトルシャドウバースだ。全力でバトルしようね。さあ、狩りの時間だ。俺様のターン。俺様のターンだ。こいつらの気持ちわかるんだ。すぐに勝ってやるからな。これで最後よ。獲物は俺様だ。どうやら獲物は俺様たちの方だったらしいな。次は狩る。どんな手を使ってでもな。もう負けない。だからこれは預けるだけ。レーってやつを探してるんだろう。だったらもっと下まで潜ることだな。セカンドフロア楽しめよ。ジュスティーヌ姉妹に勝ってみせろ。無理だと思うけど。おめでとうございます。クキズ王を倒したようですね。新たなる闇の強者よ。セカンドフロアを解放しましょう。セカンドフロアを解放しました。あなたはこのダークスタジアムの深淵に一歩近づいたのです。あなたがどこまで行けるのか興味があります。セカンドフロアでお待ちしています。